この世界はいつか全てを飲み込むだろう。そう、その時この地獄に完全な自由が訪れる。この辺りかな。ちょっと失礼します。人を探してるんですが。人探し？兄ちゃん警察か？ただの調査員ですよ。ところで、この辺りで一番綺麗な人って言ったら誰だか分かります？綺麗？そんなの決まってる。神父様だ。神父？黙んなよケン。教えてやってもいいぜ。けど、更新所のやつならお断りだ。違うよ。ま、人口調査員みたいなもんかな。案内してくれる？神父ね。ここが俺たちの教会。今呼んできてやるから、ここで待ってろよ。神父様に変なことしたら承知しないからな。神父様？神父様！今出るよ。どうしたケン？あのね神父様、こいつが一番綺麗な人を探してるって言うから連れてきてやったんだ。人を探して？お前は。いや、どうも。これはまた随分変わった教会ですな。オーナーの行為で倒産したバーを間借りしている。ようやく落ち着いたところだ。それをお前たちは。ケン、外へ出てなさい。え、なんでさ。彼と二人で話がある。チェ。何度言われても私はここを去る気はない。そう言わないでください。俺が最後の勧告人ですから。あなたも意地を張らず帰ってみちゃどうです？私は帰らない。お前たちには私の気持ちはわからない。なぜです？あなたも帰ればそれなりの地位があるはずだ。それを捨ててなぜこの不自由な場所へ？私もこのオウムと同じだ。飛びたくても飛べない。ここには多くの人が神に救いを求めてやってくる。私も同じく神に救いを求めている。だから私はここを離れられない。これじゃまるで本当に聖職者だ。国語に算数、教科書。これは子供たちに教えている。この辺りは国籍がなくて学校に行けない子がいるからな。へえ、いいところあるんですね。何ですか？お前は今までの奴らとは少し違うようだな。俺ははみ出し者なんですよ。すまないが今日は帰ってくれ。ですがまだ時間がない。ここにいるつもりなら奥へ。その代わり何があっても決して声を立てるな。耳を塞ぐんだ。いいな？そう言われてもね。あの男は。帰ってこい。そろそろ諦めもついただろう。まだだ。私は決して諦めない。探しても無駄だ。神の奴は落ちた者に救いなど与えぬ。お前も分かっているはずだ。悪魔が人間になる方法など見つかるはずがない。方法はある。審判のその時、大天使が持つ計りに身代わりとして最も大切なものを乗せれば私の罪は許される。それを失う代わりに私は人として生きられるのだ。そして神を愛し愛される日が来る。相変わらず可愛い奴だ。その最後の審判の日をお前は何百年待っている。離せ！
無駄だ。この漆黒の翼を背にまとい、何を血迷う。十字架に触るな。こんなガラクタに何の意味がある。所詮悪魔は悪魔でしかない。そして最も大切なものは己自身なのだよ。違う、私は神に誓ったのだ。その日まで悪魔の力を使わずに祈り続けると。貴様、なぜパワーズがここに。セロ、邪魔だ。忘れるな、お前は地獄から逃れることはできぬ。大丈夫か。礼を言う。だが慈悲があるなら出て行ってくれ。何をイラついてんだ俺は。任務だ。そう、ただの任務のはずなのに。不法滞在者。そうだ、この者は退去勧告を3度無視している。強制執行する前にできるだけ穏便に送還したい。君の任務はこの者を最終期限までに説得し返すことだ。返事を。了解。悪魔は悪魔、天使は天使でしかない。俺たちは同じカゴの鳥だ。神父様、大変なんだ、ケンが。ケン、バカなことするんじゃないよ。早く降りといて。そこは5階だよ。落ちたら死ぬよ。うわあ、ベランダの手すりに登ったぞあいつ。どうしたのです。神父様、ケンがツバメの巣を助けるんだって。あんな危ないところによじ登って。俺だって一人前の大人なんだ。これくらい取れる。そしたら神父様だって俺のことを見直すんだ。ああ、もちろんさ。神父様はきっと君の勇気を褒めてくれるよ。さあ。あいつの仕業か。待ってろ、ケン。動くなよ。待って。向こうの狙いはあなただ。今行けば、思うツボですよ。なおさらだ。私のために誰かを犠牲になど、できるものか。くそ。乗りかかった船か。じゃあ無力な神父殿、力も使わずに何ができるのやら。ほら、少々遅かったようだ。こんな子供の命一つ救えない。よせ、やめろ。うわあ、ケン。神父様。ケン、頑張れ。今引き上げてやる。力を使えば助けられるぞ。使わない。そうか、ならば死ね。ここだけは命に代えても助けてみせる。ケン、ケン、ばあちゃん、生きてる、生きてるよ。神父様も無事だ。神父様、ありがとう。これも神のご加護だよ。さ、手当てを。それより先に彼を、私たちをかばって下敷きに。いや、なんとか生きてますよ。あんれま、しぶとい兄ちゃんだよ。開花から飛んだのか、なぜこんなことを。あなたは力を使わずに少年を助けようとしたでしょ。だから俺もそうしたまでで、いてて。あ、変わった天使だな。あなたも変わった悪魔ですよ。
でもちょっと俺たち似てると思いません？怪我の手当てをしよう。家に来るといい。さあ腕を。ちょっと。それと改めてきちんと礼が言いたい。名前を教えてくれ。カラスって呼んでくれればいいです。あなたは？シラサギだ。先の戦いが終結したその時、俺はただ立ち尽くしていた。返り血に染まった体、そしてその足元にはおびただしい数の悪魔のむくろ。神は本当に俺たちを愛しているのだろうか。その疑問は俺の心に長い間引っかかって抜けない茨の棘のようなものだった。寝ちまったのか、シラサギ。やっと起きたのか。悪魔の家で眠れるとは、随分豪胆な天使だな、お前は。はい、コーヒー。教会で神父をしている悪魔の方がよっぽど豪胆だと思いますがね。これはどうも。まったく職務怠慢なやつだな。が、カラス、何度説得しに来ても無駄だ。私は意志を変えるつもりはない。私は地下へ帰るつもりもないし、神を信じることもやめられない。どうしてそこまで神を信じられるんですか？ではお前は何のために存在しようとするのか。今はもう分かりません。神の法を守る、それ以外天使に何の存在意義がある。白鷺ほど強く神を信じられたらどんなにいいか。頼む、助けてくれ。君大丈夫か？聞いたんだ、ここなら俺でも入れるって。教会にいれば少しはあいつらの目をごまかせるって。お前は？貴様パワーズ、やめてくれ。強制送還だけはしないでくれ。下級1位のデビルだな。滞在期間が切れたのか？怖がらなくていい、彼は私の監視役だ。あんたも悪魔なのか？まさか普通の悪魔じゃ十字架を身につけるなんてことできるわけ。その耳の翼は、あんた公爵なのか？強制送還となるまで地上にとどまるとはよほどのことだ。よければ事情を聞かせてくれないか？よくある話さ。間抜けな奴が願いを叶えようと見よう見まねで俺を召喚した。ところが。俺が出ます。待て、カラス。時間だ、これより強制送還を行う。支部長。お前は口を挟むな、外へ出ていろ。待て、待ってくれ。せめてあと一日、お袋の容体は持って明日までなんだ。だからあと一日頼む。お袋？悪魔に肉親は存在しない。そんな言い訳など無駄だ。行け。はっ。やめろ。シラサギ。立てつくつもりか？俺にはこいつの言うことが苦し紛れの言い訳だとは思えません。悪魔だっていい奴はいる。せめて一日というのなら待ってもいいのでは？相変わらず甘い奴だな。神の決めた法は絶対だ。お前も天使ならよくわかっているだろう。あの翼は、この男ドミニオンズ。仕事に私情を挟むな。法を守ることが我らの存在意義だ。残念ながら俺はそう思いません。さあ、俺の翼の中に。飛んだか。
空間移動。おい、逃がすな。二人も連れていればさして遠くへは飛べない。やっぱり訓練不足かな。空間移動はこれ以上無理だ。走れますか？お前まで追われるぞ。なぜこんなこと。自分でも分かりません。ただあなたが傷つくのを見てカッとなっちまった。それだけです。カロス、急ぎましょう。一日とは言わないが少しは時間を稼げるかもしれない。ごめんなさい、関係のないあんたたちまで巻き込んで。聞かせてくれ、お袋とは一体誰なんだ？俺を呼び出した張本人の母親だよ。あいつは俺を使って母親の病気を治させようとしたんだ。契約は失敗し、あいつは死んで、俺は気まぐれであいつにすり替わった。けど、お袋は知らずに俺を愛した。初めてだったんだ、愛されるなんて。契約がないと、デビルは力を使えない。お袋を治すことも、できない。でも、そばを離れたくなかったんだ。ごめんなさい。ごめんなさい。俺たちは親さえいない、いつも愛されることに飢えている。来たか。下がっていてください。終わったか。相変わらず有能だ。だが爪が甘いのも治ってないな。なぜ悪魔をかばう？先の戦において武勲を挙げたお前らしくもない。じゃあ俺らしいってのはどんなことですか？あなたたちのように神の愛を感じたくて盲目的に法に従うこと。神の愛がどこにあるかもわからないのに。答えは多分彼ら悪魔の方がよく知っている。ではこれ以上話すことはないな。待ってくれ白崎。私にはまだ滞在期間が残っている。そのうちの一日分をこの少年に譲る。だからもうこれ以上誰も傷つけるな。本気のようだな。いいだろう、今日はこちらが引く。パワーズ、処分は追って検討する。それがお前らしい選択かもしれんが、必ず後悔するぞ。それでもいい。俺は多分もう知っている、答えがどこにあるのかということ。大丈夫かカラス？俺は大丈夫です。あなたの方が心配ですよ。自分で残されたわずかな時間を削るなんて。私はただ神の御心に従ったまでだ。お袋を見送れた。きっと天国で本当の息子と会って幸せに暮らせると思う。もう思い残すことはないよ。本当にありがとうございました。本当にありがとう。行ったか。迷わず行けるといいな、二人とも。大丈夫ですよ。行くべき道は自分で見つけるものですから。そう、あなたが教えてくれた。俺も別の道を探してみようと思います。
天使ではなく、人として自由に生きる道を見つけに行きたい。あなたと一緒に。この世界はあまりに脆弱だ。永遠に閉ざされた無限の牢獄、薄汚い泥人形たちが落ちてくる光景だけが唯一の慰めだな。太鼓。もてあそんだ奴隷を守る前さに、ひどいこと。お前もよく見ておくといい。この世界はいつか全てを飲み込むだろう。そう、その時この地獄に完全な自由が訪れる。またあの夢だ。どこまでも付きまとう闇。オウム、朝ごはんだよ。遅くなってごめんな。あと何日ここに地上にいられるのだろうか。誰だ。すみません、朝早くに。近くまで寄ったんでつい。なんだ、カラスか。お邪魔でしたか。いや、別に。しかし、私服でここに来るとは珍しいな。いえ、今日は仕事じゃないんですよ。その胸の印は。この前の一件でしばらく謹慎を食らいまして、許可が下りるまでは天使としての能力を禁じられました。天使にとって能力を禁じられるのは、存在を禁じられるのと同じはず。ええ、まあでも大丈夫ですよ。これでも軽い処罰ですからね。むしろこれくらいで済んでよかったと思ってます。だがそうなった責任の一部は私にもある。そんなことより、ちょっと、これは料理の材料ですよ。よければ朝食でも一緒にいかがです。あ、不思議な男だよ。驚いた。ずいぶん手慣れているんだな。半分趣味みたいなもんでして。天使はあまり食べないと聞いているな。だからたまに食べるときぐらいはうまいものを作りたいですし、誰かに食べさせたくなるんですよ。ああ、これちょっと混ぜててください。ああ。ダメですよ、素手でフライパンに触っちゃ。手を貸してください、直しますから。あ、しまった、治癒能力も使えないこと忘れてました。ああすいません、そのつい癖で。ちょっと待っててください、今薬箱取ってきますから。なぜこんなに動揺するんだろう。少し染みますから我慢してくださいね。なんだか落ち着かない。ショット、はい、できた。あまり子供扱いするな。カラス、すいません、俺近くに来たとか料理を食わせたいとか口実で、本当はただあなたに会いたかっただけなのかもしれません。カラスと、パスタが伸びちまう。用意してきます。あと、あなたは座っててください。カラスのやつ、何を言い出すかと思ったら、なぜだろう。
包帯をまかれた指先が熱い。なぜこんな気持ちになるんだろう。久しぶりだな、アンドレ・アルフースコ。だが、そろそろお遊びも終わりにしよう。さあ、地底で太后様がお待ちかねだ。何度も言っているはずだ、私は地下へは帰らない。ほう、ではお前は今の状態が永遠に続くとでも思っているのか、それとも帰りたくない理由が増えたのか。その指の包帯、これは話せ。相変わらず可愛いやつだ。そんなにあいつに優しくされたことが嬉しかったとはな。そうやって太后様に取り入ったのか。お前は自分の傷を癒してくれる相手なら誰でもいいのだろう。違う。違わないね。いつだってお前は自分のことしか考えていない。誰かのために犠牲になる自分が大好きなんだよ。カラセ。さて、どこまで耐えられるかな。やれ。やめろ。おっと、離せ。分かっているはずだ。お前が戻らなければ、お前の大切なものが一つずつ壊されている。それでもお前は人間になりたがる。そう、それは大切なものを剥ぎ取られていくことが快感だからだよ。知らずに、こいつらの言うことなんか真に受けるな。お前はこいつのことが何も分かっていない。こいつはベールゼブブ大公のペットだよ。太后様にありとあらゆる快楽をその体に教え込まれたというのに、未だに愛され足りないらしい。貴様、太后様はお気に入りのペットが逃げたことを残念に思われている。お前が素直に戻れば逃げた罪を見逃すとおっしゃっているんだ。さあ選ぶがいい。再び地下で楽しい暮らしをするか、それともここに残って愛しいこの男がなぶり殺されるのを見届けるか。やめろ。戻る地下へ。だからもうやめてくれ。白崎、いい子だ。もしこいつを取り返したいのならば、貴様も堕天使となって地獄に落ちてみたらどうだ。畜生、しら、さぎ。そうやってつながれた姿もまた美しい。短い旅行は楽しかったか。太鼓。人間にまみれて随分と汚れてしまったな。洗ってやろう、隅々まで。だがその前に、まずその汚い弓をすべて出し切るといい。白崎。ここはまだ起きん方がいい。支部長、安心しろ。私の資質だ。それにしても派手にやられたな。世話をかけました。あの悪魔のために地獄に行くつもりか。天使の地位を捨ててまで。落ちるつもりはありません。ただ今行かなけりゃ、俺は俺でいられなくなる。あの人を救いたいんです。心配すんな。必ず主人を連れて帰るよ。
忘れるな。能力を封じられたとしても、お前は天使だ。神の声は地獄へは届かない。天使が神への愛を見失えば、悪魔に落ちる。肩を。え？あ。支部長、こんな出来損ないの部下に治癒能力を。あのものを人間にすることで、必ずしも彼を幸せにできるとは限らない。それでもお前は行くか？はい、行きます。くだらん感傷だな。正直に言うと驚いている。お前の扱い方は知り尽くしている。どこをどう可愛がってやればどんな声で泣くのか。だが結局一声も上げなかった。その我慢強さはどこで身につけた？愚かな人間たちと暮らすために？それとも例のパワーズの幼稚な愛部に骨抜きにされたのか？なるほど。神の愛を得るために立てた無抵抗の誓いは天使への愛にも有効なのだな。柄に似合わず低粛なことだ。その痩せ我慢がどこまで続くのか見届けてやろう。ガラス。重い。耳を強く塞がれているような重圧感。神の声どころか、神がどこにいるのかもわからない。こんなところに落とされたら、神を呪わずにはいられないだろう。これは。ようこそ地獄へ、パワーズ殿。太后様、鳥を一匹捕らえてまいりました。お前か。あれがいろいろと世話になったようだな。白鷺はどこだ？白鷺？さて、上を見るがいい。あの檻の中にいるものがお前が探しているものかどうか。白鷺！どうしてここに？実に美しい再会シーンだね。どうだ、一つ私とゲームをしてみないか？ゲーム？ルールは簡単だ。そこにいるザガンと戦い、お前が勝てばあれを譲ってやろう。私も変わり映えのない地獄での生活に退屈していてね、ちょっとした余興だよ。お互い能力は使わず、剣のみでの一本勝負だ。それとも、ザガンに負けるのは怖いかね？了解した。行くぞ。セル！変だ。あの太鼓が、計算もなしに対等な条件なんて出すはずがない。何を狙っている？まさか本調子じゃないようだな。地獄では動きにくいか？憎め。そうだ、あいつさえ倒せば白鷺は助かる。自由になれるんだ。殺せ殺せ。なに？カラス、マイナスの感情に引きずられるな。落ちるぞ。冗談じゃねえ。てめえごときに殺されてたまるかよ。終わりだ。ダメだカラス。カラス。
俺のために力を。カラス。上出来だ。まるで古の悲劇のような美しさじゃないか。それの胸を見るがいい。この印は、それは神に立てた誓いを自ら破った。そのことによりたった今神に呪われたのだ。そしてパワーズ、お前は他人を憎むことを知った。いずれ天使の職を追われる身になるだろう。天国からも地獄からも反逆者の烙印を押されたお前たちには、これからさらなる悲劇が待っている。それは決して逃れられぬ運命だ。それでも俺たちは、俺たちの望むままに生きることを選ぶ。なるほど。ならばどこにでも行くがいい。望むと望まざるとにかかわらず、すでに運命の輪は回り始めた。このゲームで最後に勝つのは、この私だ。歪みを正す。先日、天界と誓いを隔てる次元の幕に発生した歪みが、目に見えて広がっている。歪みが広がれば、悪魔たちが天界へ侵入する恐れがある。秩序が乱れる前に早急に歪みを修復しなければならぬ。ですが、まずは歪みができた原因を突き止めることが先決かと。この宇宙の事象は全て神が決められた断り。我らの役目は神の意志を探ることではない。神の手足となり、全てを決められたところへ導くことが我らの使命。お前に中隊を滑る権限を与える。兵を率いて歪みを修復し、国境を守る。もし子孫じれば、次は降格では済まぬと思え。ドミニオンズ。御意。いつから天使はこうなってしまったのだろう。自らの意志を捨て、ただひたすら決められたことに従い続ける。それが本当に神のご意志なのだろうか。もはやこの歪みは止められぬよ。歪みは際限なく広がり、あらゆる秩序を崩壊させる。すべて私の思い描いた通りにな。行け。奴らにはまだ頑張ってもらわねばならん。はっ。もう少しで、すべてが壊れる。気がつきましたか。カラス。大丈夫ですよ。地上に戻ってきましたから。すまない。私に付き合ったばかりに、お前まで天界を追われる羽目になってしまった。俺は自分の意志で地獄へ行ったんです。後悔なんかしていません。それに、これからはもう誰にも追われず、ここで一緒に暮らしていける。カラス。もちろん、あなたが同居を許してくれればですが。ダメですか。ダメなものか。嬉しいよ、すごく。だけど、本当にこれで終わったのだろうか。あの太鼓がそう簡単に。カラス、どうした。いえ、ザガンに切られた頬の傷がまだ塞がらないみたいで。その頬の絆創膏。大丈夫、すぐ治ります。そうだ、
必要なものを買い揃えてきますよ。ゆっくり寝ていてください。十字架が、そういえばどこかになくしてしまったんだっけ。なぜか落ち着かない。この不安はどこから来るんだろう。カラス。寒気がする。影がない。私の影が。お、大丈夫か。オウム、あんたここの教会の人？いやー、やっと見つけたわ。教会の神父さんがこいつの面倒を見てくれてたって聞いてから探してたんだ。ほんと世話になったみたいですんません。いや、飼い主のところに帰っていてくれてよかったよ。しばらくここを開けていたから心配だったんだ。まあ俺も飼い主ってのとはちょっと違うけど、んなことより、こんな美人と知り合えた幸運を神に感謝しなくては。はあ、手なんか華奢でスベスベ。はあ、ああ、俺のことはコウモリって呼んでくれ。あんたの名前は？白鷺。白鷺。いい名前だ。そんな白鷺にはこれもきっと似合うんだろうな。それは私の十字架。おお、こいつが持ってきたからもしかしてと思ってたけど、やっぱりそうか。よかった。よっぽど大切なものなんだな。ああ、私が初めて人からもらった贈り物だ。辛い時も嬉しい時も一緒に過ごした。届けてくれてありがとう、コウモリ。未だ不安は消えないけれど、それでも確かなものが一つここにある。やっぱその方がいい。あんた辛そうな顔してるより、そうして笑ってた方がずっと美人だぜ。ああ、もちろん俺と付き合えばもっと笑わせてやれるんだけどさ。どう？でもその前に早く影を取り戻さなきゃな。おっと残念、くどく暇もありゃしない。あ、ガラス。怖い顔しなさんな。邪魔者は退散しますよ。コウモリ。じゃあな、白鷺。多分またすぐに会うことになると思うぜ。何者ですか、あの男。ただの人間じゃない。オウムの飼い主だよ。礼が言いたいと訪ねてきたんだ。けれど私の影のことも知っている様子だった。彼は一体。それだけですか。ガラス。ガラス。あなたは自分のことを知らなすぎる。その意味がどんな意味を持つのか。すいません、自分でもわからない。どうしてこんなに苛立つのか。こんな感情が自分の中にあるなんて。まさかその方法。傷じゃない。神に呪われた印。お前。ああ、ガラス。デビルたちが。私たちは追放されたはずだ。なのになぜ追ってくる。知れたこと、用があるからよ。お前ではなくその男にな。下がっていてください。カラスの羽が黒く染まっていく。なあ、カラス。封印された力を使うことは神の意志に背くこと。力を使えば使うほどこの男は打点に近づいていく。それが俺たちの目的よ。もういい、やめろカラス。抑え、聞かない。逃げろ。ガラス、ガラス。そうはいかんよ。お前はそいつのメインディッシュ。
今逃げられては台無しだからな。しなさい。話して。あなたが話すものか、カラス。残念だが、そうそう思い通りにはさせられねえよ。バカな、そんなただの棒切れで。こいつがただの棒切れじゃねえんだな。人間不全にこんな力が。あるわけ。さてと。おい、ぼんやりしてんな。逃げるぞお前ら。お前一体何者だ。お前さんたちの大先輩だよ。ここは帰る場所を失った奴らが集まるところさ。廃校にこんな多くの難民たちが身を寄せて、まるで今の自分たちのような光景だ。カラスは力を使えば使うほど打点に近づいてしまう。けれど私が一緒にいれば、彼は私を守るために力を使ってしまう。神の罰を受けた私は彼を足かせてしかない。私は彼と一緒にいてはいけないのだろうか。白鷺。おい猿神、邪魔するぜ。あ、猿神。お、コウモリか。これはまた久しぶりだな。今日はどんな厄介事を持ってきたんだ。毎度悪いな。ちょっとこいつらをかくまってくれねえか。おーや、これはまた珍しい客人を。間違いない。あの猿神司祭様。ん？おお、これ白鷺じゃないか。どうしてここに。あなたこそどうして。いや、何年ぶりだろうな。また生きてお前に会えるとは。神に感謝しなくては。苦しい、司祭様。ちゃんと暮らしてるか。食事はとってるか。また痩せたんじゃないのか。あの、くすぐったいです。知り合いですか。すまない、今紹介するよ。嫉妬してやんの。こちらは猿神司祭様、私の神学の師だ。そして私に生きる道を教えてくれた人でもある。そうですか。そんな顔をするな。司祭様、彼はカラスといって、私のその知り合いです。知り合い。そうですか。はじめまして、白鷺がお世話になっています。あなたも人間の方ではないんですね。白鷺。カラス。おや、まあ素早い。旦那は白鷺をまるで本物の宝物のように守る。不当に廃校を占拠している者たちに告ぐ。お前たちがしていることは犯罪だ。即刻ここから立ち去りなさい。ずいぶんやられてんな。ここ最近急に風当たりが強くなってね。まあ言い分が当たってるだけ、何も言えん。猿神はここで教会を開いて、不老者たちの相談に乗ったり世話をしたりしてるんだ。そうでしたか。さて、話の途中だったな。君たちに何があったのか聞かせてくれないか。大丈夫カラス、そんな怖い顔しないで。この方は私が悪魔だということを知っているんだ。信頼できる人だよ。うん。おい、カラスの旦那、ちょっと付き合いな。何の用だ。野暮用さ、ここじゃ話せねえような。な、猿神、我が詳しい話は白鷺に聞いてくれ。お？
さてと、ここなら誰もいねえな。そう、睨みなさんな。別に何かしようってわけじゃねえよ。お前は一体何者だ？なぜ俺たちを助ける？そうしろと言われたからな。俺はただの使いっ走りさ。何？あんたたちを、あんたたちが本当に望んだ結果に導くこと、それが俺の役目だ。天使側の使いか？違う。俺には天使も悪魔も関係ない。要するに、この状況を憂いている存在が他にもあるってこった。その話を信じろと。信じなくてもいいけど、敵じゃないってことは分かってくれよ。じゃねと、この先俺もやりづらいからな。勝手にしろ。で、あんたはどうしたいんだ？このままじゃ、あんたも白鷺も自滅するだけだ。一生逃げ回れるわけがない。じゃあどうしろと言うんだ？あいつらは俺を打点させるために白鷺を苦しめ続けている。俺たちはただ静かに暮らしたいだけなんだ。なのに、そんな小さな望みも叶えられない。俺が力を使えば白鷺が苦しむけれど、力を使わなければ白鷺を守れない。何をしてもあの人を苦しめるだけだ。カラス、二人で静かに暮らしたい、それがお前の本当の望みなのか？二人で暮らす？そうじゃない。俺の本当の望み、それは白鷺がこれ以上苦しまないこと、白鷺の願いが叶うこと、あの人の魂が救われること。俺はどうなってもいい。あの人に人としての幸せを与えてやりたい。なら方法がないわけじゃない。白鷺を人間にしてやれる。あんたにその覚悟があるならな。砂糖もミルクもないがコーヒーだ。暖かい。懐かしいね。昔もよくこうして話し合ったものだ。お前はなかなか口を聞いてくれなかったな。あの頃の私は誰も信じられませんでしたから。太后の元から必死で逃げていたあの頃、頼るところも頼る人もいなかった。私は人の愛し方も知らず孤独だったお前に神の愛し方を教えた。神は神を愛する者すべてを愛してくださるからね。でもお前はもうちゃんと自分で人を愛することを覚えたようだね。司祭様。いい連れだ。まっすぐにお前を愛している。熱い。彼に触れられた部分がまだこんなに熱い。私は彼に甘い続けてはいけないというのに。そういうところは昔から変わっていないね。苦しい時はちゃんと苦しいと言いなさい。何も言わなければ相手も苦しませてしまうよ。ね？あなたには昔から何一つ隠し事ができないんですよね。彼は私のせいでひどく苦しんでいます。悪魔である私が共にいることで彼ばかりが苦しめられてしまう。だから私が一緒にいてはいけないんです。そうなのだ。彼を打点させないために自分が自主的に彼の元から去ればいい。たったそれだけのことだ。なのになぜこんなに胸が痛いのだろう。なんて優しい手。この手の前では私は嘘をつけなくなる。お前は本当はどうしたいんだい？私は彼と共にいたい。離れたくない。離れられない。彼を愛している。いつの間にか
こんなにも。なら迷うことはない。怖がらずに彼を愛しなさい。それがたとえどんな結果になろうと、きっとその愛がお前たちを救うはずだ。さあ行ってきなさい。彼も同じようにたった一つの言葉を待っている。高窓から月の光が差して、講堂がまるで礼拝堂のようだな。初めてお前の白い羽を見たとき、とても綺麗だと思った。あなたの方がずっと綺麗でしたよ。お前には何も隠したくない。影が。これが私への神の罰だ。罰は甘んじて受けるよ。この影のようにいつかは私自身も消える時が来るかもしれない。だけど私は決して恐れはしない。あなたを失っては生きてなどいけない。それは私も同じだ、ガラス。そう、恐れることはただ一つ、このひとときを失ってしまうこと。もう自分の気持ちから逃げたくない。許されるのなら言わせてほしい。許されなくてもいい、言わせてください。好きだ。神よ、私たちの声が聞こえますか。ただ互いのためだけにありたいと願う私たちの声が。この手にした剣は、足元に転がるムクロは、俺が。ああ！夢。夢にしては、ひどくリアルな血の色だった。白鷺。白ほらほら、そんなにしたらせっかくの洗濯物が汚れちゃうよ。だってお姉ちゃんがさ。ピーだ。しょうがないな。ほら貸してごらん。綺麗だ。自分の中に抗いがたい暴力への誘惑がある。天使でありながら敵を憎み殺そうとしたあの時から俺は落ち始めた。あの夢のように、もし理性を失い、完全に打点化したら、俺はあの人を守れるのか。いよ。コウモリか。まあ、朝っぱらから黄昏れちゃって。その分だと、昨日は白鷺とうまくいったな。お前には関係ない。隠すことねえじゃんか。で、白鷺とはもう寝たのか。できるわけないだろう。他の種族と交わることは天使にとっての最大のタブーだ。奥手な種族だな、天使ってのは。ああつまんねえ。お前な。ガラス、昨夜の剣、決心はついたか。うん。悪魔を人間にするにはそれ相応の覚悟が必要だ。もしかすると白鷺を泣かせる結果になるかもしれない。それでも最後まで成し遂げる覚悟ができたら、行くべきところへ案内してやるよ。白鷺の望みを叶えて。だが俺にその時間が残されているのか。
カラス、何かあったんだろうか。神父様、大変大変。どうした。昨日この近くで殺人事件があったんだって。でね、犯人がまだ捕まってなくて、ここに隠れてるんじゃないかって町の人たちが。でね、でね、死体の周りにいっぱい白い羽が落ちてたんだって。羽？嫁にも鮮やかな血の色。いや、あれは夢じゃない。あ、猿神神父様。大変大変。大丈夫、私が行くよ。穏便にお引き取り願うから。カラス、カラス、どうした、大丈夫か。はい。相変わらず嘘をつくのが下手だな。ほら、顔を上げて私を見てくれ、カラス。優しいって。隠し事はもうやめよう。辛いことがあるなら一人で苦しまないでほしいんだ。私にもお前の荷を背負わせてくれ。お前も私ももう一人じゃないんだから。俺の打点が止まらなかったら、いつか俺も人を殺すようになるかもしれない。あるいはもう。それでも私はそばにいる。さあ、これをお前の首に。十字架。私は何があっても最後までお前と一緒にいるよ、白鷺。俺は覚悟を決めなければ。なんて夢を。いい加減にしてくれ。白鷺、ずっと手をつないでいてくれたのか。多分この手が俺を正気につないでいてくれる。あ、この羽はまさか。どうやらまだ完全に落ちてはおらぬようだな。地天使ケルビム、久しいな、パワーズ。100年ぶりか。上級第二位のあなたがなぜ地上へ。聞くまでもないだろう。我は最低官だ。お主への最後通告を申し渡しに来た。誉れ高き皆において打天者には徳裁きが下されよう。待ってください。俺はまだ落ちてはいない。確かにまだだ。だが時が経てば同じことだ。自分でも分かっているのだろう。お主の打点が止まらぬのは、お主が心の奥底で神を疑っているためだ。24時間の猶予を与える。それまでに神への忠誠を取り戻せ。できなければ打点する前にお主を封じる。良いな、良いな。たった一日だって。神への愛を見失えば天使は落ちる。それがこういうことなのか。何？後者が。早く火を消せ。くそ、一体何が起こったんだ。くそ、きっと住民側の奴らが葉っぱかけやがったんだ。サルガミ一切。カラスか。すまない、止められなかった。白鷺が奴らにさらわれた。
なんですって。ここは、そうだ、明け方胸騒ぎがして目を覚ましたら背後から襲われて、そのまま気を失ったんだ。目を覚まされましたか。手荒な真似をして申し訳ありません。ここにお集まりなのは、廃校を不法に占拠している者たちと戦うために立ち上がった勇気ある住民の皆さんです。私はその代表をしております牧師で、辰巳と申します。ここは私の教会です。この男は、皆さん、廃校付近での殺人事件と、そして未明の火事、私にはこの2つの事件が関連しているような気がしてなりません。廃校に住み着く不老者どもに天罰が下ったに違いねえ。殺人だってあいつらの仕業だ。それだ。さて神父様、正直にお話しくださいませんか。あの廃校に殺人者をかくまっているとの噂がありますが、違うとおっしゃるならここできっぱりと否定してください。声が出ない。それどころか指一本動かせない。これは一体。おや、何もおっしゃらないということは、やはり噂は本当のようですね。あの廃校をあのままにしておいては、いつ第三の殺人が起こるか。なぜそんな住民を煽るようなことを。やっぱりそうなんだ。冗談じゃねえ。この町でこれ以上奴らに好きにさせられるかよ。そうだそうだ、やられる前にやれ。そうだ、追い出せ。ゴミを引っ張り出すんだ。いっそとここと叩き潰してやれ。苦しいか。だが大丈夫だ、もうすぐ楽にしてやる。こいつは一体何者だ。骨折2箇所、頭部の打撲。猿神は当分絶対安静だな。しかし後者は半生、おまけに白鷺は誘拐される。踏んだり蹴ったりだな、こりゃ。ただの住民たちがここまでするかね。こりゃ太刀の悪いもんがバックについてそうだぜ。お前らのせいだ。は？お前らが来てから悪いことばかり起きやがる。そうだそうだ、殺人犯ってのも実はお前らなんじゃねえのか。おいおい、こんな美少年を捕まえて犯人扱いかよ。行くぞコウモリ。どこ行くんだよ。白鷺を見つけ出す。天使の力も使えねえくせに。それでも俺にはもう時間がない。毎晩打点して人を殺す夢を見る。その度に俺の中の狂気が呼び起こされる。もしかしたら一連の殺人は本当に俺の仕業かもしれない。そのために白鷺が危険な目に遭っているのだとしたら、もう俺は自分のせいであの人が苦しむこの状況に我慢できないんだ。あの、お兄ちゃんたち神父様の友達だよね。俺、ゆうべ火をつけた奴らがいつもどこにいるのか知ってるよ。母ちゃんは余計なこと言うなって言うけど、でもお兄ちゃんたちには教えてあげる。だから神父様を助けてあげて。ここの教会か。誰もいないのか。いや、いる。ギリギリかわしやがったが。うへえ、出たよ、たちの悪いもんが。悪魔が2匹か。白鷺はどこだ。丈夫の心配より自分の心配をした方がいいな、パワーズ殿。いや、天使でいられるのもあと数時間か。それをなぜ。我が主は何でもお見通しよ。そう、お前を悩ます殺人の夢もな、昨夜の女を殺す夢も楽しかっただろう。あれは見かけ以上にいい味の女だったよな。貴様、
無魔か。なるほど、こいつが旦那に悪夢を見せてたってわけか。残念ながら本当の悪夢はこれからだ。あやつはもう主に連れて行かれた。一足遅かったな。何？バカめが。俺たちはただの足止めよ。クソ。待った。雑魚なら俺の出番だろ。真打ちはお姫様を助けに行きな。コウモリ、すまん。バカが、逃げられると思うか？大丈夫。おっさんの相手は俺がしてやるよ。避難。その横木は最強の獲物で行かせてやるよ。砲車を封鎖しろ。壊せ。壊せ。おやしめ。あんたら、昨夜のもあんたたちか。うるせえ。殺人鬼の言うことなど聞くものか。私らはそんなことしてないし、ここにはそんな奴を。やめろ。鼓動にはまだ死体たちが。さあ皆さん、今こそ自分の町を、そして仲間を守る時です。侵入者、殺人鬼を排除するのです。薄汚い泥人形の松を盛大に飾ってやる。まさかこの男、太鼓の写し身。嫌だ、これ以上もう誰も傷つけさせやしない。呪縛が解けた。あいつ、いい、放っておけ。殺す手間が省けただけだ。猿神司祭様、みんな無事でいてくれ。猿神司祭様、それに子供たちまで。神父様、助けて。間に合わない。力を使ったのか。早く逃げなさい。司祭様も早く。私はもう無理だ。お前も行きなさい。できません。お前は愛する人を不幸にするつもりか。天井が落ちるぞ。ガラス。白崎。くそ、あの中か。時間だ、タワーズ。ケルビン、待ってくれ。彼らを助けなければ。神への愛より己の情を取るか。ならば仕方ない。くそ、動けない。人間や悪魔にうつつを抜かすその姿、神はさぞお嘆きであろうな。己の過ちを牢獄の中で悔いるがいい。過ち、白崎を愛し救いたいと思うことが過ちなのか。法だけを盲目的に守ることが正義なのか。これがあなたの答えだというのか。神よ。我が封印を破るとは。これがあなたの計画であるならば、俺はあなたを弾劾する。あなたの法が正しいと思うならば、その裁きを今ここで俺に下せ。だがもし俺の言葉に真実を見出したならば、どうかあなたを愛する者たちを救いたまえ。雷が落ちた。辰巳神父様にまで落雷が。まさか白さんを抱き上げている。あれは天使バーチューズ。あやつ、落ちるどころかランクを上げよった。神が今、神は自らの歪みを認めたのだ。
あの天使が打点しなかったのは計算外だったんだ。まあいい。辰巳神父様が燃えちまった！貴様！もはや誰にも止められない。ようやく私の待ち望んだ時が来る。楽園を落とす時も。こんなに傷ついて、こんなに呪いの印が進行して。羽が綺麗だ、カラス。私が求めていた神はお前だったんだな。知らせるにはもう時間がない。覚悟を決めたんだな。死なせはしない。たとえ白鷺を裏切ることになっても。夢を見ていた、とても懐かしい夢を。荒涼とした大地、あ、懐かしい。粛清せよ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 。ケルビン、報告せよ。はっ。例の打点兆候のあったパワーズですが、逆に自らの神格を上げる結果となり、処分は一時保留といたしました。しかし奴のクラスチェンジに伴い歪みが急速に拡大したのは事実。因果関係は分かりませぬが、奴を早めに拘束すべきかと。了承する。それに関しては適任者がいるであろう。ドミニオンズ、ここに。お前に新たな命令を与える。問題の天使を捕らえよ。歪みの被害はもはや甚大だ。奴を公開裁判にかけねばならぬ。お待ちください。事実関係がはっきりしないまま処分を下しても、歪みが収まるとは限りますまい。今あの者の罪を問うのはあまりに早計でしょう。奴の罪ははっきりしている。すべての元凶であるあの大罪者の関係にまんまと乗せられたことだ。あの反逆者ベールゼブブにな。そう、落ちて地獄の太閤となったあの恥知らずだ。ベールゼブブの狙いが歪みを広げることだとするなら、それに乗じて教会を崩壊させ天界に乗り込むつもりであろう。あやつめ、よほど太閤の戦の決着をつけたいと見える。だが全ては神が定められた断り通りに動いている。あやつがいくら策を弄しようとも、初めから勝ち目などないのだ。それはお前が一番よく知っているだろう。サリエル、行け。そしてなすべきことをなせ。御意。もがれた翼がうずく。まるで昨日のことのように思い出せるというの。いつの間にか私たちの間はこれほどまでに離れてしまっていたのだな。ベールゼブブ、共に学び共に任務に励んだあの日々、あの光景を忘れられたなら、幾度そう思ったことだろう。サリエル、私は神に会ってみようと思う。何？おかしいと思わないか。神は常に一方通行の命令しか我らに与えない。そして天使は自由を許されない。同じ神により創造されたというのに、人間たちには与えられる恩恵を我らは享受できないのだ。それがなぜなのか直接神に問いただしたい。だがベールゼブブ、
神に直接コンタクトを取れるのは四天使セラフィムだけだ。いや、方法はある。どこかに開くという神に通じる道が。だから共に行かないか、サリエル。ベールゼブブ、思えばそれが全ての始まりだった。差し出されたその手を私は拒めなかった。ダメだ、行動が全て読まれている。まさかこんなに早く母艦トロウンズが出撃してくると。よく聞け、自らの欲に溺れた愚か者たちよ。セラフィム無駄だ。あー、ベルゼブブ、神は反逆者を決して許されはしない。悪魔となりて永劫の闇に閉ざされるがよ。ベルゼ、ドミニオン、お前もまた今一度その身に刻むがいい。よいか、神の命は絶対なのだ。私はその時、その言葉に服従する以外何もできなかったんだ。カラス、気がつきましたか。ここ地上と天国の中間地点、いわゆる煉獄だ。ま、あんたたちには中立地帯って言った方が分かりやすいかな。気分はどうだ、白鷺。なんだかずっと夢の中にいた気がする。そうだろうな、何せここに来るまでずっと眠りっぱなしだったからさ。ずっと。ええ、進行した呪いによって昏睡状態に陥っていましたから。ここは亡者の試練場だ。時を止められたもう一つの地上、ま、言ってみりゃ天国に一番近いところだな。ここなら少しは体も楽になるだろう。身を隠すにもちょうどいいしな。この風景、とても懐かしい。そうか、思い出した。え？ずっと昔、私はここと似た荒野で一人の人間に出会った。その頃私はまだ信じるものを持ってなくて、悪魔としての欲望のままにその男を堕落させようとしたんだ。なのにその男は静かに私を見て。お前はとても寂しい目をしているね。お前が誰も愛さないというなら私はお前を愛そう。誰かを愛することは神に愛されるということだ。そして誰もが神に愛される権利を持っているのだよ。と言ったんだ。私は困惑してその場から逃げたが、その言葉はずっと頭から離れなかった。だから私はいつか自分の罪が許される日が来るならば人になりたいと願うようになったのだ。人になれば自由に人や神を愛することができるから。白鷺、いつかきっと神に愛される日も来るに違いないと。まったく、あいつらしい理屈だよな。まあいいや。じゃあお前の願いは人間になるってことだな。コウモリ、俺の仕事はあんたたちをあんたたちの願った結果に導くこと。そしてあんたたちが願うものがあそこにある。荒野の先にタワー。あれは なんだこりゃ、こんなの聞いてねえぞ。あれは天界側の講習法だ。まさか。そう、戦争が始まったのだ。再びな、支部長。なるほど、神格が上がったというのは本当のようだな。
まさか支部長まで。部下の不始末は上司の責任だからな。公開裁判でお前の罪が審議されることになった。おとなしく連行されろ。今ならまだ罪を軽くできるかもしれん。お言葉ですが支部長、裁判にかかって死刑を免れた者はいません。裁判に名を借りた公開処刑、天使のシステムは支部長もご存知でしょう。神のシステムは絶対だ。ではあなたに問います。なぜ神が絶対だと言い切れるんですか。貴様、何がお前をそこまでさせる。あの者の存在か。あなたは誰かを愛したことがありますか。サリエル、サリエル。そんな昔のことは忘れた。まずいな、旦那が押されてるぜ。でもどうにかしてあの二人を止めなければ。待てって、白崎、これ以上力を使ったら確実に死ぬぞ。つうか俺が旦那に殺されるって。だが他に方法がない。仕方ねえか、背に腹は変えられねえ。避けろカラス。その棒を。いや、なんだと、この横木は。カラス、このまま戦っても拉致が明かねえ。ひとまずあのタワーの中に逃げるぞ。わかった、空間移動を使います。さあ、翼の中へ。あいつは最大級の罪人であるはずのあいつが、なぜあれを持ってここにいる。よし、着いたな。このそびえ立つ総統のタワーは、煉獄に来た死者の魂を天国と地獄へ振り分けるための真偽の総統だ。言ってみりゃあの世とこの世をつなぐ橋ってとこかな。確かここに私たちが願うものがあると言っていたな。一体何があるんだ。言ったろ、ここは真偽の塔だ。審判に使うための天秤がある場所さ。とにかくあの追手が来る前に入っちまうぜ。まだいろいろとやることが残って。待て。太鼓。なぜここに。支部長も。やって、もう逃げられねえ。これまでか。太鼓が支部長を狙った。久しぶりだな、サリー。ゼブブ、お前がなぜここに。これは一体どういうことだ。おい、のんきに見てる場合かよ。今のうちに中に入るぜ。これで互いに足止めしてくれりゃ好都合だ。いいか、ここは本来死者以外は立ち入り禁止なんだよ。だからまだ中の機械兵を叩く仕事が残って。なんだこりゃ。機械兵のエンジェルスが機能停止している。どういうことだ。まずい、建物が封鎖された。おい、聞いてねえぞこんなの。とにかく上の階へ。あよ、支部長。そろそろいい頃合いだな。なんだと。展開側が陽動にごまかされている間にちょっとした仕掛けをさせてもらったんだ。歪みが、煉獄にまで歪みが広がるなんて。ベルゼブブ、一体何をした。まだわからないのか。天界や地上に広がる歪みはただの末端に過ぎない。こここそが歪みの中心部なのだよ。歪みと神が自ら引き起こすバグ、つまり矛盾が具現化したものだ。私はそれを制御していたシステムを暴走させているだけさ。天へと伸びる無数の竜巻が全てを飲み込もうとしている。美しいだろう。
神の歪みがこの世界を壊すのだよ。一体何の目的でこんなことをする？セラフィムたちへの復讐のつもりか？だ、このままでは天界はおろか地獄も壊滅するぞ。私にとってはそんなことどうでもいい。何？サリエル、これで全てが証明された。神の矛盾を暴けば歪みが広がる。つまり歪みは神の居場所を暴く道しるべなのだよ。だから私は歪みを広げ、その中心を割り出した。そこに神への道が隠されているはずと信じて。だが皮肉なものだな。天国でもなく地獄でもない、この荒涼たる煉獄の地に我らがあの時探し求めた道があったなどと。お前は今度こそ神に問いただすつもりなのか？さて、そうだな、いっそ神を殺すのもいい。わかった、もう昔のお前はいないのだな。ならば私も天使の一人としてこの命を失うとも止めてみせる。酋長、無茶だ。どこか他に出口は？待てよ、あの二人もうどう見ても他人の出る幕じゃないぜ。それにお前にもあんだろ、神や世界の危機より大切なものが。なんてことに。神よ。それにこっちも最後の仕上げが残ってるしな。最後の仕上げ？お前が白鷺の最も大切なものになること。それができなきゃこの計画は全ておじゃんだ。分かってんだろ？分かっている。さて、ここまで来たらもう俺にできることはね。ちょっと疲れたから先に上の階行って休んでるわ。全部終えたら呼んでくれ。白鷺の最も大切なものに。なぜそこまで神を否定する？否定？ならばお前に逆に問おう。神が一度でもお前を愛したことがあったか？答えなどあるはずがない。なぜなら神など初めから存在しないのだからな。何を世前事を。そう思いたければ思うがいい。だがこれは事実だ。全てはセラフィムたちの関係通り、天使も悪魔も人間も、そしてこの世界も計画の一部。一つ一つの歯車にもともと意義などないんだ。だから壊すのさ。存在する意義のないものに価値などないからな。狂っている。ああ、狂っているよ。天界から落とされたあの時からずっと、この日だけを夢見てきたのだから。そう、あの時許されなかったことがもう一つある。ずっとこうしてお前と口づけしたかった。お前は知らなかっただろうがな。愛してる。長かったよ、サリエル。黒と白の翼が重なり合って落ちていく。共に命耐えたまま、共に抱き合って、なんということだ。歪みが収まった。
神のシステムが暴走し始めている。このようなこと、この2000年の間、一度たりとて起こらなかったというのに。ベールゼブブめ、神への道、ケーブルを分断することによってシステムを崩壊させようとしたのだ。どうする？再び歪みが進行すれば、我らの計画も崩壊しかねんぞ。ここまで積み上げてきたものを崩れさせるわけにはいかぬ。プログラムは絶対でなければならぬのだから。セラヒム様、大変でございます。地獄の諸侯たちが動き出した模様です。先ほど公式に申し入れが入りました。いわく今回の戦いはベールゼブブ大公の独断によるものである。とはいえ、いさかいの発端は歪みを隠していた天界側の姿勢にもあり、早急に事実を公表し責任を明らかにされることを望むと。あの古田の軌道も天界内部にも動揺が広がっております。例のドミニオンズと太后の死の直後、一時的に収まっていた歪みも再び広がる気配が。それと何故太后はあの真偽の総統に固執を。愚かな。神を侮辱する関係に詮索など不要だ。全ては全能なる神のご計画のうちである。お前たちは何も疑わず、ただ神の声に従っていればよい。申し訳ありませぬ、出過ぎた真似を。地獄の諸侯たちにこう伝えるがよい。天界は今回の惨事に対し、戦犯の公開裁判をもって責任を示す所存である。ケルビム、例のバーチューズを拘束せよ。逃すな、地獄との対戦の口実になりかねん。はそう、我らのプログラムを推し進めるためには生贄がいる。奇跡には殉教がつきものだからな。そう、2000年前と同じように。時間がない。これに乗じて神を、システムをリセットしよう。神を再び作り変えるのだ。わからない。私にはもう神が何を考えておられるのかわからない。白鷺、これは呪いの印が一気に進行していく。神を否定したために。クソ、神よ、人を愛することはあなたが望まれたことではないのか。我らには誰かを愛する権利さえもないのか。誰かを愛したために傷つけ合って死んでいく。あのドミニオンズと太后も、これがあなたの定めた未来だというのか。白鷺、ガラス、もう神の声が聞こえない。私はただ人になって自由に神を愛し愛されたかっただけなのに。なのに私はその神をもう愛せない。ガラス、ならば私の声だけを聞いてください。たとえ神が否定しても、私はあなたの愛を否定しない。あなたが望む以上に、あなたを愛し続けます。もう、我慢なんてしない。ガラス、印が消えていく。
ダメだ。こんなことに能力を使うな。お前が汚れてしまう。悪魔と交わったりしたら、お前は。神が決めた法など、もう関係ない。私を見てください。私だけを見ていてください。最後の瞬間まで、私はあなたのそばにいる。あなたが望むなら、私があなたの神になる。私だけの神に。はい。あなたの罪も、すべて私がもらいます。だから、今は何も考えないで、私だけを愛してください。生まれ変わって人になって、お前と共にずっと二人で生きていきたい。お前をこの世で一番愛している。白鷺、一つに私も愛しています。だけど、願いってのはそう簡単に叶うもんじゃない。奇跡を起こすのにはいつだって準じるものが必要だ。審判のその時、天の計りに身代わりとして最も大切なものを捧げれば、その者の罪は許される。だから俺はあの日お前を売り渡した。俺のこの醜い恋という名の罪から逃れるために。本当に最低な取引だよな。やっと俺にも最後の時が来たってことか。でももうちょっと待ってくれよ。せめてあいつらの願いが叶うまで。と、俺も随分あいつらに入れ込んじまったな。行くのか。ああ。あいつきっと泣くぜ。わかってるよ。あとは任せておけ。ちゃんと知らせぎを送ってやるからさ。あ、頼む。不思議だ。一晩経っただけなのに、まるで世界が生まれ変わったような気がする。時間だぜ。時間？ああ、これからあるところに案内する。そこまで行けば俺の役目も終わりってわけだ。役目？でもまだカラスが。俺はあいつにお前を連れてくるよう頼まれてるんだ。あいつもそこにいる。待っててやっから、さっさと服着な。今ここにカラスがいない。それだけで胸が苦しい。体はこんなにお前を覚えているのに、少し離れただけで心がどうしようもなく不安になるなんて。
白鷺。ああ、分かってるよ。白鷺、審判の天秤の話は知ってるよな。審判のその時に天秤の上に身代わりとして最も大切なものを乗せれば、そいつの罪は許される。そしてそれを失う代わりに望んだ人生を与えられるんだ。その天秤がこの先にある。あの両開きのドアの向こうに。ここに。これをずっと探していたんだろう。これでお前の長年の願いが叶うんだ。私の最も大切なもの、神への忠誠、自分の命。違う、私の一番大切なもの。危ねえ。エンジェルズ、もう復活してきたのか。行け白鷺、ここは俺が何とかしてやる。だがお前一人じゃ。この扉の先のエレベーターに乗んな。上でカラスが待ってるはずだ。いいからさっさと行けって。俺のことは心配すんな、うまく逃げるからさ。けどコウモリ。よっ。悪いけど、あいつがエレベーターに乗るまでは除去されるわけにはいかねえんだ。警告、刻印を確認。除去対象の特定をします。該当ファイルを検出しました。胸に第二識別コードあり。第1級犯罪者認定第1号、生前年イスカリオでのユダ。人一人さえ救えないこんな私がこのまま行ってもいいのか。十字架がない。不思議だ、あれほど大切にしていた十字架よりも今はこの手にあるカラスのコートの方が。そうだ、確かに私は人間になりたかった。人間になって自由に愛し、愛されたかった。けれど、今はもう、お前がいないだけでこんなに苦しいのに、一人で新しい生を受けて、一体何になる？連れ戻さなきゃ、ガラスを。刑を執行せよ。今一瞬頭をよぎった不吉なイメージは、あのおびただしい血は、ガラス、まさか。あ、エレベート、あの光は。知らない。ガラス、待ってくれ、話があるんだ。ガラス、いない。閉じ込められた。動かない。カラス、やっと自分の本当の願いが分かったのに。もう人間なんかにならなくてもいい。たとえ残された時間がわずかでも、私はお前と一緒にいたいんだ。会いたい、会いたいよカラス。よかった。カラス、お前に伝えたいことがあるんだ。私はお前とずっと。あれ、私は今何を言おうと。胸が苦しい。なんでこんなに悲しくなる。
ガラス。ガラスが光に消える。まさか、これが審判。嫌だ。嫌だ。行くな。消えないでくれ。終わったな。だっせ。腹にこんな槍食らっちまって、美少年が台無しだぜ。天秤は奴の命を受け入れた。これで白鷺の、いや、カラスの願いが叶う。けど、本当にこれでいいのかよ。よ、お勤めご苦労さん。ま、実際この体も、あの横気なしでよくここまで持ったよな。中をすんなよ。どうせこの体が腐って泥になっても、魂は死ぬことを許されねえんだからさ。あの日、気が狂うほど愛したお前の命を天秤にかけて、俺は必死でお前を忘れようとしたってのにな。けど皮肉にも下った審判は、この醜い恋を抱えて永遠に生きなきゃいけねえって罰だった。お前が背負った十字架を背負いながらな。だけどよ、もう2000年だぜ。その間ずっとお前の手足として働いてきたんだ。この仕事を最後にリタイアしてもいいだろう。白鷺の十字架か。なあ、ずうずうしいと思うけどさ、死ぬ前に一つ願いを叶えてくれねえかな。あいつらを、あいつらが本当に望んだ結果に導くこと、それが俺の仕事だったはずだ。このままじゃ気になっていけねえんだ。頼むよ。我が死イエスよ。奇跡の鐘がこれほどまでに鳴り響くとは、これも歪みの影響か。我らに都合の良いこと、戦犯の公開処刑により地獄の諸侯どもの顔も立ててやったのだ。あとはこれに乗じて本当のリカバリーを行うだけだ。速やかに神の初期化を。そう、システムをリセットしよう。何？どういうことだこれは。なんだこの光は。シグナルが跳ね返された。まさか神が入力を拒否したというのか。バカな。神に、システムに意志など存在するはずはない。鎧が剥がれてゆく。我らが体を守りし鎧が、我らの体が朽ちてゆく。まさか本当に壊すというのか。神が。ここは教会？
私は寝ていたのか。なんだろう、まるで長い夢を見ていたような。夜明けか。日が昇る。綺麗な朝焼け。影がある。あれはあの鳥は。名前が。夜明けに向かって飛ぶその鳥の名前さえも思い出せない。その時私はとても大切なものをなくしてしまったことを知った。
例の議案本気で提案する気か。ああ頼むぞ援護射撃。了解。危ないじゃない、そんなもの担いで。非常識よ。悪い悪い。え、この辺りで一番綺麗な人？そんなの決まってる。ほら、おーい神父様、ほら神父様さ。どうやら神が余分に奇跡を起こしてくれたみたいですね。名前を教えてくれ。カラスって呼んでくれればいいです。あなたは白鷺だ。